今週も始まりましたクリアランスドリームザレディオ。さあ皆さん、私は今どこにいるでしょうかね。こんなもいろいろ持ってますけど、さあ皆さんご覧いただきましょう。ドゥン、海の家でございます。私がね、生まれた岡山の誇る瀬戸内海ね、で今ね、これ大事な海洋研修中ですから、はい、ね、ちょっとね、シーカヤックのね、この海洋研修の下見です。下見を今やってるだけですよ。ね、後藤先生がいらっしゃいますね。やばい、流されてる。はい、改めまして。今週も始まりましたクリアランスドリームザレディオ。なんですがリーダー、はい、あのね、うん、オープニングなんですか、あれ。あれは、はい、そのね、白石島行ってきたんですよ、はいはい、で全部、うん、あのシーカヤックの上で撮ろうと思ってたんですけど、はい、あれ気づきました、あの僕がね、はい、漕ぐのやめたらね、はい、すごい流されるんですよ。だから、はい、全く海映ってないしそのショットやし、いや一応こうはやったじゃんでしょね。いや、そうなんですよ。あれがだから海の上なんですよ、ね、はい、海の上ですよ、はい、そうですよ。で撮ってきたんですけど、はい、前編は撮ることできなかった、はい、そうですね。そして改めて場所を変えまして、はい、今度は、はい、湖でございます。はい、シーからレイクへ。レイクへ、ね、はい、私たち今琵琶湖のほとりですね、はい、はい、来ておりまして、はい、実はですね、今日この後は、このですね、おごと温泉で行われる花火大会、はい、アガニャンセというね、はい、すぐそばにそのスパリゾートがあるんですけど、はい、そちらで僕たちライブさせてもらうんですよ。そうですね、その会場の、はい、だからちょうど琵琶湖の西側ですよね、うん、そうですね、はい、もうほとりでお届けしております。ちょっとね、はい、今会場のサウンドチェックとかも聞こえてね、こう雑音だらけで送っておりますけど、すごいことですけど、はい、ね、すいません、まあ、今日はもう、まあ、いわゆるこのライブエリアはなんかクローズみたいなので、はい、はい、もうでもアガニャンセのお客さんがたくさんね、はい、来られるということなんですけど、はいはい、僕たちもね、この後頑張って、そう、だから一般の方はなかなか来られないんですけど、そうなんですよ、このロケーションだけでも皆さんに味わっていただこうと思いまして、はい、素晴らしい思っております。はい、オープニング海から始まり湖に移動しましたけど、いい、ね、はいはい、さあさあ、はい、クリアランスの最新ニュースで言うと、鶴くん、はい、この間ですね、僕のね、地元岡山に一緒に行ってきましたね。行きましたね、はい、はい、なんとですね、うん、岡山の方でですね、はい、6、7、8ちゃん祭り、はい、と言いましてですね、そうなんですよ、これは、はい、岡山に本社のあるテレビ局、RSK、テレビ瀬戸内、そして OHK、うん、この3つのテレビ局が集まってね、はいはい、お祭りを、はい、イベントを行うんですけど、なんとその中でですね、はい、アナウンサーの皆さんとクリアランスが一緒にアカペラをしようという、そうなんです、アナウンサーの皆さんね、うん、音楽経験とかもない方とかもおられたりとかね、はい、うん、だから僕らもね、その、うん、岡山帰ったりしたら、たまにその番組とか、はいはいはい、ラジオとかでお世話になってるようなアナウンサーさんの方々が、ね、うん、今度は初めてハモってみるというね。そうなんです、そうなんです、はい、一緒にですね、はい、アカペラをやるという企画がスタートして、はい、ついこの間ね、初回の練習行ってきましたね、はい、行ってきました、はい、はい、これがですね、9月9日が本番なんです。で、はい、岡山市民会館でイベント行われるんですが、はい、なんと視聴者の皆さんもですね、無料で入れるみたいなんですよ。お、はい、で、もう間もなくね、応募がスタートするみたいなんです、はいはいはい、で、ホームページ、うんうん、そしておはがきでの申し込みですね、うんうん、はい、それでですね、リスナーの皆さんもですね、はいはい、会場に来れるということなので、ぜひ皆さん応援に来ていただけたらなと思っております。あれってなんかオンエアはあるんですか。オンエアはね、ニュースはオンエアされるみたいです。なるほど、はいはい、けど模様はもしかしたら会場でしか見れないかもしれないんで、ちょっと皆さんぜひね、9月9日岡山市民会館お越しいただけたらなと思います。ぜひ応募してください、はい、今ね、9月23日のライブの方、はい、そうですね、予約を受け付けております。キャッシュボックスで、はい、キャッシュボックスで、ね、行いますよ。実はですね、うん、この前久々にみんなで集まりました。あ、そうなの、はい、あれでしょ、謎のゲスト、謎のゲストで、はい、久々に、うん、おー、どうしてたんやみたいな。おー、そうかそうか、はい、ね、まあね、そっちの方もね、ちょっと練習しないと。そうですね、それもね、はい、楽しみにして、はい、来ていただけたらなと思っております、はい、はい、
ということで、はい、今日は本編の方はね、私国城が担当してお届けしますんで、はい、この後も楽しんでいただけたらなと思います、はいはい、いやすごいですね、サウンドチェックがもう、まさに盛り上がってきましたけど、はい、僕たちもこの後リハですから花火見ながらルート合わせてして、はい、いただきますので、はいはい、またそれもね、はい、ここでご報告したいと思います、するでしょう、はいはいはい、ということで、この後は本編を楽しみください。それではまず1曲、7月、ね、末にリリースしたばかりのこの曲からスタートしたいと思います。ぜひ本編で聴いてくださいね。クリアランスで響き。